はい、137の144、2歩手前から勝ってるからね。じゃあ打ち上げ入れたら144、打ち上げたら144。え、アゲンスト、ちょっと右からアゲンストだよ。アゲンストだよ。いや、上げてますか。右から結構ダメな、右から。うん、143。でもこんなのはなんかはっきり言ってこの辺風また気にしない方がいいと思うけど。うん。まあ、そよ風、そよ風。なんかなかったっけ。変わっても多分2、3ヤードじゃないのこんなの。急とほら吹いてきちゃったよ。ちょっと構えてみ。もっとこれも抜かないと本当に全然手が降りてきてない。もう高いまんまいってるもんって、うん、抜かないと。切り返してそうやって力抜く癖つけないと。そうそう、抜くの。そうそう、でもちょっともう一回構えてごらん。これクリちゃんどこ向いてる？結構左向いてるよね。だからあの球出るよね。左向いてるのに右行っちゃうんすか。うん、左向いてるから体ちょっと開いて出るんだ。今もちょっとこう詰まってる感じがあるでしょ、こうやって。うん、だからもうちょっとクローズに構えてごらん。その構えならなんかあそこに行きそうだけどな。行きましょう。だからちょっとだから捕まらないときって帰るときはもうちょっとオープン目に右サイドがボールに近いと思わなきゃダメだ、うん、でも俺はずっとここ3ラウンドぐらい見てて、うん、ミスっぽいのはだいたい足のラインがオープンのときだけで、オープンってことは机に構えると右サイドがボールから近いじゃん。だからその分詰まってるだけ。なんか最近ここ転がるからな。悪くないんだ、うん、真ん中よりちょっとあっちで。やばい。うん、まあまあ強かった。こう、あ、気持ちがいっちゃったよ今。気持ちいきました。でもよくあそこで止まったなと思う。あ、相当登ってんだねあっちはね。逆にセガの音が難しいよな。意外と行った。難しかっただよな。意外と向こうに早いよな。別に打ち方を気にしすぎて、うん、なるほどね。もう打ち方は忘れて、さっきこの距離感だよな。なんかね、イメージのそう、イメージをもっと積もった方がいいね。球の止まるとこまで多分イメージできてないんだもんね。気持ちが入れなくて、そう、インパクトでなんかもうイメージが引いちゃってる感じだもんな。さあこれは、はい、これ作りちゃう。これ完全に入りますね。そうでしょ、これ強烈曲がるよこれ。これは入っちゃうんじゃない。これ入ったらもう簡単だよゴルフ。これね、この距離でカップ3つは切れるからね、はい。これは難しいよ、このパターは。うん、今のは難しいです。結構転がってきましたね。そう、相当下ってるもんね。まあしゃあない。千葉ちゃんのも優しくありません。
ナイス、ナイスパー。ナイス、やばくないじゃん。長い。じゃあ次狙えない、イーグルですよね。あ、狙えないのこれ。狙えないです。おーちゃん、左左の階段、階段とか狙ってないですよね、はい、だからさ、そこに左に打つんだったらなんでこうこうやってセガとかのこっち側からやらないの。間違えましたね。なんであっちからやるの。普段そこそれ普段とかが普段がおかしいんだって。しかもあれ超つま先下がりだし。もう一回そっちから打ちなさい、はい、あそこでいいんでしょ。ナイス。え、ちょっと待って、私じゃあ右に出る球がなくなったってことですよ、うん、なくなった、うん、もうここもう本当ちょっと練習だから一番端っこから打ってみよう。え、右にドローじゃない。ドローは出ねえからそのまま普通にまっすぐ打ってみよう。そのまま今のセガのところにまっすぐ打ってみな。あれ狙いやすい。じゃあ俺はセガモモのところでいいんだよ、このホールは。ここに立てば右なんか絶対がないじゃんね。完璧でしょ。だからシバちゃんは逆にティーグラウンドの左に立ってる時の方がスイング悪いもん。ピンまで211。さあ、直ドラ登場しました。前回の宝刀、うまいよ。誰が名刺持ちましたよ。あ、俺だ俺だ。211ヤード、エッジまでが206。ちょっと気合入っちゃったね。気合入りました。でも今向きは良かったです。うん、で普通で良かったと思うんだけどな。3番ウッドだ。3番ウッドだよ。え、7番ウッド。なんで7番で7番でカットでこの距離飛ばせんの。スプーンでカット私怖い。なんでもうこんなのなんかもう絶好のなんかもうこういう感じなんじゃないの。このラインもいいし。なんで3番ウッドでちょっとカット出てももう完璧じゃん。こんな簡単だよ。なんかもう逆にこっからだと木がなくたってあの木の左からカットのイメージにしかならないよ俺は。こういうことですか。こうやってじゃあちょっと一回構えてから、ここから下ろして、とりあえずこうやって振って、こうやって振って、うん、ちょっと体回して、回してフィニッシュ、こうやって低く取ってそのまま左に振って体も回して右サイドもちゃんとターンして、もっと手低く、はい、はい、素振りして、そう今のパスなら多分ね綺麗に乗っかっていくよ。僕ちょっと大丈夫か。そういや、あのピンに向いていいんだよ。ピンに向いていいんだよ。ピンに向いてボールを左に置くんだよ。スライスって別に左向いちゃダメなんだよ。ピンに向いてボールを左に置いて左に出すんだよ。そう、ピン向いてそのまま左に出すので別に左向く必要ない。で今は出玉が右手だでしょ。だフェースが多分かぶってないの。あ、かぶってない。ボールを左に置いてフェースを少し閉じないと、スライス打つ時は。そう、そうやってフェースを閉じてボールを左に置いて今と同じスイングすればいいの。ちょっとダフったらスライスしないけど、うん、
基本的にこういうのは別にピンを向くの、ピンを向いてフェースを少し左向けてこうこうやって、これこっち向かないよ、これは、はい、こっち向いたら逆にこれクラブインサイドから入るから右すっぽ投げるよ。だから明日もう一回ここで練習しなさい。はい、今の別に難しくない。あー、しばちゃん、はい、一番長いアイアン、こうやってやれば寄るんだけどな。なんか俺こういう方が得意だよね、一緒に待てて思わないわ。この左にちょっと低いスライス打っといて手前からこうって転がしていけば。あ、まあ、そうそうだね、はい、88何本持った？6番うん、6番、うん、これ6番をさ、ちょっと構えてもらう、こうやってかぶせておいて、いや奥の帯やだ、大丈夫大丈夫、こっちはちょっとこんな感じ、6番こうちょっとこうかぶせておいて、こうやって打つだけ。いやだから普段やってないから、ね、やりなさい、だってこれ取り揃えるから無理だもん、だってもうバンカーの先に落ちればいいだけだよ。バックスイングもうちょっと外目に上げて、そんなにかぶせなくていい、そんなにかぶせなくていい、そう、これもっと短く持ってバンカーを越えることだけ考えて。ドローしか出ないんだよ、普段がこう来てるから、カットがいいや。うまいじゃん、完璧じゃない。ありがとうございます。できるよ、やれば。できる。これさ、ちなみにさ、これ見てごらん、見てごらん。最初の自分のこの軌道と、こっち、ほら。全然ダメ。このぐらいにこう振っていかないと、ダメなのよ。まっすぐ。うん。だからむしろ右に。うん。まあでも今は、まあ良かったね。でもあれしかなくない？こっから。はい。しかないです。今のはこうやってくれたから分かったんですけど、普段のやり方だったらまた左してる気がする。全然ダメ。ちょっと、頼むよ。全然ダメ。ね、今一番うまかったじゃないですかね。完璧だよ、しばちゃん。だあのぐらいやんないと低いスライスって打てないの。さあ、セカモンもすごいとこ行っちゃってるけど。今ね、それ8番ぐらい、9番です。うん、今のなんか逆にもうここを利用すればいいと思うんだけどな。どう？それからちょっともう一回ピッチング持って、ね、これを利用して。いや、そうなんですよね。いや、利用しようと思ったんですけど。だからここら辺に落とせばいいんだけだと思うよ、多分。うん、これでいいと思うんだけどな。うん、そう、ここを利用した方が簡単だけどな。さあ、ふいちゃん、何パーセント？もうちょっと。これは、いや、これはさすがに、ちょっと2パットで。うん、だよね。ふいちゃんがこれ2パットでいく確率は何パーセント？いや、私も2パットで何とか。マジ？これ安定の3パットだよ、いつも。意外と転がったね。早い、うん、意外と転がったね。さあ、これも下りのスライス。ナイス。
ナイス2パット。クリちゃんにそれが欲しいな。切れてる切れてる、余裕で切れてる。だってもうほぼ3パットだもんね。なんなら4パットもするしね。オッケー、お疲れです。でもこの間でもせがさ、クリちゃんさ、ドライバーもさ、ちゃんとコース行くしさ、2打目もパッパカパッパカ行くんですよ。でアプローチとかも全然悪くないですよ。7番アイアンはなかなかよ、はい、7番アイアンは言われますね。しかも5番アイアンでやってパーオンしたじゃん。ああ、アイアンに関しては155ヤードぐらい。そうなのにボギーだった。そうなのに3パットだから。アイアンは結構本物だって言われるんですよ。何が本物。アイアンは玉筋が仕事じゃないって言われる。なんで100打つんだろうって思って。本当だよね、あのパターじゃな。リじゃん、クリちゃん。落ち着いたらよかったですもんね。あ、そうそう、そうそう、そうそう、一呼吸置いたらな。やっぱりあれだよ、風の呼吸だよ。風の呼吸、やっぱ人間完璧じゃないってことなんですね。どっかに欠点があるっていう。まあ、お疲れ様です。